皆さんこんばんは、 MK です。ピクミン4パート94やっていきましょう。今回も前回に引き続きラスボスの再戦と原生生物図鑑の方を読み進めていければと思います。これまでピクミン1種類だけでラスボスヤタノワスレイヌを倒すという企画やってきました。前回までで初代ピクミンの赤青黄、そしてピクミン2の紫と白で、ピクミン3の岩と羽ピクミンでなんとかラスボス再戦で倒すことができていますと。残りはピクミン4から出てきた光ピクミンと氷ピクミンなんですが、光ピクミンは全部のものに耐性があるということで多分めちゃくちゃ楽勝なんですよ。ということで最後の難関であろう今回は氷ピクミンだけでラスボスヤタノワスレイヌの再戦やっていければと思います。氷ピクミンで凍るわけじゃないだろうし、結構これは特性が活かせなくてきついんじゃないですかと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。凍らせられないよね。100匹もいれば凍らせられるのか。でもダメージストップが入るだろうし、結局最初も3回は転ばせないといけない気がしているんですが、まあその辺の検証も含めてやっていきましょう。皆さんはどう思います？ MK さんは一瞬凍るけどすぐ溶けちゃうっていうパターンだと思うな。はい、そしたらここを突っ込んできてもらいまして、もしこれさ凍らせられて一発で倒せるんだったら最強のピクミンということになっちゃいますが、はい、15匹尻尾につけたら全回収。これどうなる？いきますよ。オッチンでダッシュしてお腹のあたりに突っ込んでいく。どう？はい、氷メーター出てはいるけど、あーやっぱりそうだよね、ダメージストップが入って3分の1までしかいけないと。これじゃあただただ時間かかるってだけか。これ赤ピクミンとか紫ピクミンの方が攻撃早いってことですもんね。いやじゃあ氷ピクミンの強みマジで活かせないじゃん。まあ一つあるとすればこの第1形態、第2形態目か、第2形態の雪玉とか、いやでも雪玉当たっても大丈夫じゃないな。口から出てくるブレスはまあ当たっても凍らない、それくらいでしょうか。いやでもそんなの別に強みじゃないしな、すぐに回収すれば氷も溶けちゃうし今作。はい、ということでこちら2発目、これも凍るけれどダメージストップが入って3分の2までしか減らない。いやだったらなんでこれ凍らせる必要あります？凍ってる間にもう一回オッチンで突進するとか、あれ、そうすればもしかして追加ダメージ入るでしょうか。それも含めてダメージストップでしょうか。ちょっとそこも、第2形態の時に、検証したいと思います。第1形態だとあと1回でどっちみち終わっちゃいますからね。はい、そしたらここ突っ込んでもらって、次ですね、吠えてから突っ込むパターンじゃないとひるみませんので、はい、岩の後ろで待ちまして吠えてから突っ込んできてください。っていうか次回でこのヤタノワスレイヌの再戦も終わりか。それはそれでちょっと寂しいような気もしてきますけども、皆さん的にはもう飽きちゃったって感じ？MK さんは全部のピクミンでやるの結構楽しいかなと思ってるんですけども、ここでオッチンでもう一発突進してみれば、今ダメージ入ったのか、ちょっと怪しかったな。ちょっと次でしっかり検証していきましょう。はい、氷状態になりまして、雪玉、いや当たったら巻き込まれちゃうよね。まあ最悪氷ピクミンが巻き込まれなかったところでオッチンが巻き込まれちゃうんで意味はないですね。はい、じゃあここ全部投げて投げて投げて10、なんで今そんなに時間かかった？15匹、え、すげえ飛びにくいとかってないよね氷ピクミンって。でここを逆に噛んで、あれ、あ、凍んないんだこの氷状態のヤタノワスレイヌって。あ、これは一つ新たな発見ですね。皆さん知ってました？氷状態のヤタノワスレイヌは凍らせることができません。覚えておいてください。まあ覚えておいたところでね、何になるんだという話ではございますけど、ほらなんかさくっつきにくいんだけど。15匹、え、30匹ぐらい投げてやっと15匹くっつく、どういうこと？はい、じゃあここでもう一度突っ込んでいく。でダメージストップが入っちゃいますが、オッチンで噛みついて、あー、まあ多少は進みが良くなるけど、最後の光ピクミンっていうか、ドドロの液を出してくる最終形態あるじゃないですか、あの時が核4じゃなくて核3になるかと言われれば多分なりませんよね。待って、今巻き込まれたのでは？大丈夫？今氷ピクミンが巻き込まれちゃったような気がしましたが、気のせいでしたか？気のせいだったみたいです。はい、そしたらこちら突っ込みまして、オッチンで噛んで、いやどうだろうな、3回攻撃しないといけないっていう
法則自体は変わらないっぽいですよね。検証するとしたら最終形態だ。そこはしっかり見ていきましょう。でここ突っ込んで、あー嘘でしょ、今のいけると思った。ちょっと待てよ、これ突進させてからの方がいいですね。この突進が終わってからこっち突っ込んでいく。で、はい、氷ピクミンちゃんたち一旦回収。で、そこでビリビリする？あ、するね、これは。はい、じゃあここも先に突っ込んじゃっておきまして、中を通って、そう、この間ね、毛糸じゃねえや。毛とかは当たっても大丈夫なんですよ、実は。毛とかが怖くてあんまり近づけない方多いと思いますけど、あそこはガンガン行っちゃっても大丈夫というのを覚えておいてください。で、凍ってる間に、オッチンで噛みつ、いやー、結局そうだよね。確認にはならないんですよ。はい、わかりました。で、ここも、はい、ビリビリが来る前に突っ込む。嘘でしょ、今ちょっと待って、やばい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 、回収回収回収が、あー食べられた。嘘でしょ、まあ多少はしょうがないか。そしたらここ突っ込んどきまして、うーわマジやらかしたな。で待てよ、これ残っちゃうからさ、ずっと早め早めで、うわ最悪最悪なことが起こった。うーわ食べられた今、大丈夫大丈夫、ちょっと待って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 、もういいや、これさこれさ、もう今壊しちゃおう、壊しちゃわないとこれ結局後に繋がらん。あ、なんか凍った今、食べた分で凍ってくれたね。はい、でここでさらに回収。うーわめちゃくちゃ減っちゃったな、79匹、やばくね。氷ピクミンは電気に弱いとかそんなことないはずなんですけどね、ちょっと MK さんのプレイングが良くなかったんだと思います。まだ突っ込んでくる、なんで、ちょっと全部なくなったんだからさ、そろそろ電気ビリビリ攻撃よろしくお願いしますよ。はい、ジャンプして、嘘でしょ、ちょ、おっちん頼むって、危ないって。おお、もう一回ジャンプするんかい、なんでそんな貯める。はい、じゃあここでビリビリやってもらいまして、まだ1回分しかダメージ入ってないんですよ。で氷ピクミンを食べて凍るみたいな瞬間はありましたが、ダメージがあの時入っていたかと言われたら入っていなかったんでしょうね。白ピクミンだと食べさせれば結構大ダメージだったんですけど、氷ピクミンは食べさせても確定数が変わるほどのダメージは与えられないと。はい、そしたら君たちもう一回集合。うわー、これ結構やっぱり苦戦するな、多分氷ピクミンめちゃくちゃ弱いぞ。いやまあ MK さんのちょっと今日プレイングが良くないというのも否定はできませんけども、あーそこも多少食べられるわ、なんとか助かってる。79匹、やばすぎでしょ。でここも突っ込んでて、うわーちょっとそんないきなり大ジャンプします。で回収回収で、ちょ待って、そこビリビリする、ビリビリするビリビリするならもうそれはやんなくていいですね。はい、縄跳びから解放されまして、このさビリビリ3つ3箇所こうやってバーって出す時あるじゃないですか、これって当たったら一発アウト、そんなことない、あれも同じくビリビリしびれるだけなんでしょうか。当たったことがないのでそこ分かっておりませんが、はい、なんとか第3形態倒すことができました。まあ今のところが一番いなくなるからね、最終形態と第3形態がやばいだけで他のはどうにかなるでしょう。はい、じゃあここなんとか火の玉吐いてなくしちゃってください。そう、このね、あー危ない、今のなくなった判定か、そっかそっか。波動に当たってもあれだもんね、爆発するんだもんね。でここでジャンプが入ったということは次足踏みが入りますので、後ろの方で待機しておきましょう。もう完璧にこの辺は覚えちゃってますね。15匹しっかり投げまして、燃えてる？氷ピクミンだからつって炎が効果抜群ってことはないもんね。ポケモンじゃあるまいし、一発でやられることはございません。あ、これ間に合う？3分の1、ちょっと遅い気がします。間に合った、ぶね。はい、みんな回収ですよ。これさ、次からポケモンみたいなタイプ相性があってもいいような気がするんですけどね。例えば氷ピクミンは炎に弱いから、他のピクミンだったら炎当たっても騒ぐだけだけど、氷ピクミンの場合は一発でやられちゃうとか、青ピクミンはまあ電気が即死じゃなくなってるんで、ピクミン4は青ピクミンだったら電気即死みたいな、やりすぎなんかな。なんかピクミン4はひたすら難易度を下げようみたいな感じで作られてる部分が大きいと思うので、まあピクミンシリーズってもともとちょっと難易度高めじゃん。1と2とかってさ、任天堂の中でも難易度高い子供向けっぽいけど実は大人向けみたいな魅力があったと思うんですけど、それは今回ちょっと取っ払ってる形になってると思うんで、まあそこまで氷ピクミンは炎だったら一発みたいなことはしないか。いやなんかさ、ダウンロードコンテンツでも無料アップデートでも何でもいいからさ、危ないよ。
あの高難易度モードを足してほしいなと思うんですけど、それは完全版まで待てということなんでしょうか。ピクミン3もさ、激辛モードとかあったじゃないですか、3デラックス。だからピクミン4もクリアしたら激辛モード、そのめちゃくちゃ難しいモードが解禁されてみたいな風になるのかなと思ったんですけど、ならないですね。葉っぱ仙人の挑戦状とかは確かに難しかったと思いますけど、にしてもなんか本編を激ムズとかでやりたかったな。今からでも遅くないですよ、任天堂さん。アップデートいかがでしょうか。なんならステージ1個足してダウンロードコンテンツ有料で売っちゃっても MK さんは買いますけど、どうですか。あの任天堂の社員の方が見てましたらご検討ください。まあそんなのもうとっくの昔に検討した上でやってないんだろうな。危ないよこういうの。ピクミン4がリメイクされるときにその辺はつけるつもりなんでしょう。まああとは自分でね、例えばオッチン縛ってやってみるとか、自分で縛る分にはいくらでもできちゃうから、そこでどうでしょうという感じなのかもしれませんが、はい、ここ4分の1じゃなくて3分の1入らないんだね結局。凍ったらダメージストップ飛び越えてオッチンの攻撃とかで3回で倒せるかと思いきや、そんなことはございませんと。やっぱり最終形態は4度かけて倒す必要がございます。いやこれさ、多分ね、アイテム使えば、あれなんですよ、激辛とか使えばさ確定数ずらせるんですよ。でも激辛とか使わないとずらせないっていう、まあ、そういう調整なんだろうな公式の。はい、じゃあここでまたドカンと落ちてもらっていけい。そう、 MK さん本編中に1回も使わなかったけどさ、何ダンジョンとかってさ、クリアできなかったらディンゴがやってくれるんでしょこのゲーム。そこも含めて超簡単だよね。葉っぱ人のチャレンジとかあるじゃないですか、あれって自分でクリアできなかったらディンゴにやらせるってことができるみたいで、まあそこまで簡単にしてくれて、まあありがとうっていう気持ちも、まあでも大事なんだよな、こうやって新規の人。待て待て待て、危ない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 、難易度だけひたすら高くてとっつきにくくてピクミンが売れないっていうのはやっぱり良くないと思うんで、ピクミンっていうコンテンツがね、こう大きく受け入れられるためにはああやって難易度を落とす必要があったんでしょう。ちょっと待ってね、ちょっとこれもう一回こっち来てもらわないと無理かもしんないな。さっき叫んでたから次はビームのはずなんですけども、このビームを乗り越えて1,2,3,4,5,6、あー無理か。ちょ待てちょ待て、叫ばれるからこっちおいで。おい、よく今の間に合ったと思ったら一匹間に合っていない。ちょっと最後の最後になってなんでこんな苦戦してる。で叫んだということはここ移動確定でございます。15匹尻尾につけるのがちょっと大変なんだよな。なんでなんでこんな大変。ほら、キピクミンというか赤ピクミンとか青ピクミンとかの時には感じなかったんですけど、氷ピクミンは投げるの遅いとか遠くに飛ばないとかそんなことないよね。あれ空中の時間長い。いやそんなことないよな、説明されてないしな。ただなぜか15匹今日はつけるのが大変でございます。で今叫んだのでこれを吐いて次は確実にビーム。はい、じゃあここしっかり投げていきましょう。15匹は無理なんだよね、これなんか制限入ってんだよな多分な。待て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 、なんとかこっち側で避けていく。あと2匹、ちょ待て待て、騒いじゃってる騒いじゃってる、氷ピクミン騒いでるのをしっかり避けて2匹ぐらいだったら無理やりつけれるんじゃないかって話。オッケー。いやさっきのキピクミンでロスらなければ全然これも100匹残しはできましたね。まあ前回羽ピクミンで100匹残しできたので特にそこも悔いはございませんということで、オッケー。なんとか氷ピクミンだけでヤタの忘れ犬倒すことができました。じゃあ次回光ピクミンですね。まあ、光ピクミンは正直簡単よ。ちょっと、なんかここまで見てた方は、あれっていう感じになっちゃうと思いますけど、まあ、ピクミンコンプリートということで、ぜひ次回もご覧くださいということで、じゃあ、こっからは原生生物図鑑読んでいきましょうか。前回はヌシガエルまで読んだので、今回はダンゴナマズからですね。ダンゴナマズは2とか1にもいたよね。3には明確にいたのを覚えてますけど、いや、1,2にはいたな、絶対に。和名、アミダンゴナマズ、科目、イヌムシ科、活動時間は昼夜と、あ、そうなんだ、夜だけとかじゃないんですね。お目目はなくなっていますが、代わりに嗅覚がとっても鋭いんです。そーっと後ろに立っても気づかれます。体もプルプルでお口がよーく伸びるので、前に立つのも危険なんですけどね。なるほど、じゃあ近づかない方がいいと。そして、科目、イヌムシ科というの、皆さん、これ、
き覚えありますよね。そう、犬虫科というのはチャッピーの科目でございます。そう、このダンゴナマズっていうのはね、実はチャッピー系の一種なんですよ。スリーダとオリマーが結構詳しく解説していたと思いますが、今回は解説あるかもね。オリマー、浅瀬に生息し水に落ちた虫などを餌とするデメマダラの近縁とあって類似点が見られ、特に骨格は陸生の時の名残を多く残しており、比較的最近に陸生から水生に移行したようだ。あ、スリーデラックスだともうちょっと詳しく書かれていたような気がしますけども、そう、デメマダラからなんか退化してった、進化してったみたいな流れなんですよね。はい、ということで次、ルーイ。唐揚げにする、淡白な味。刺身にするときは寄生虫に注意。あ、確かに。水生のね、魚とかはお刺身ちょっと危ないですから、寄生虫が。はい、次、魚の子。こいつは3から出たやつかな。ヘイピクミンとかにもいましたが、和名が口細バナナウオ。科目がバナナウオ科。活動時間は昼と、群れをなし、みんなでスイスイ泳いでいます。学校でしょうか、それとも家族でしょうか。あ、歌ね。気づかれないように水中カメラでそーっと覗いてみるといいかもしれません。おー。メダカの学校の歌詞とかけてるのか、そーっと覗いてみる。あ、いいですね。オリマー、大きな目と未発達に見える体の形状から魚の子と呼ばれているが、実は成体であり、孵化後ほとんど大きさは変わらない。また胸びれや背びれは退化しているが、腹びれが発達していて尾びれと一体化しており、勢いよく水面から飛び上がって飛んでいる獲物を捕らえることもある。あ、そうなんだ。繁殖期になると腹部側面にある斑紋の周りが淡い桜色に染まることが知られている。そう、これは3の時も書いてありました。今回かなりリアルになったな、魚の子。そしてルイ、刺身で、きめ細かい油の中トロが最高。うわ、そう聞くと美味しそう。メダカだとしたら美味しくないんだろうけど、まあルイとかオリマーたちのサイズ感からしたら全然でっかい魚ですもんね。はい、次、トゲハゼ。こいつは4からですよね。和名がゴマダラトゲハゼ。科目がトゲハゼ科。活動時間は昼と、スイスイゆらゆら水中を泳ぐ姿と干潟でペタペタ歩き回る姿、このコントラストがたまらない。まん丸つぶらなお目目に油断めさるな。ノーアルトゲハゼ、トゲ隠す。あー、なるほど。まあ確かにトゲは隠してますね。これ前方向だけバッと出てくるんですよ。オリマー、頭部正面に鱗が変化したトゲを隠し持ち、縄張りに入ってきた外敵に突き出し追い払う。あ、鱗が変化した。そうなんだ。え、本当のさ、ハリセンボンとかってあれって鱗が進化してるの？トゲって。うわ、わかんねえな、その辺。肝臓や卵巣などに強い神経毒があるが、微量な毒を持つ貝や藻類を餌として、後天的に蓄積されたもので、フェロモンの代替として働くだけではなく、捕食回避にも寄与している。しかし、ピクミンは全く気にする様子もなく、オニオンに運び込んでは、毒すら分解して栄養としてしまうようだ。ああ、確かに。なんかこういうフグとかは、毒あるって言いますよね。え、フグもさ、毒って後天的なの？だとしたら養殖とかだったら毒なしのフグとかできたりするんでしょうか。ちょっとそのあたり MK さん分かっておりませんが。はい、次、ルイ。毒性のある内臓を取り除いて薄切りの刺身に、締まった身は旨味たっぷり、さっぱりポン酢で、あー美味しそう。ルイは免許持ってんのかな。フグとかって免許持ってる人しかさばけないみたいですけど、まあルイは食欲でそれどころじゃないか、なんなら毒も食べちゃいそうですよね。はい、次、アワダコ。和名がフクラダコ。科目がフクラダコか。活動時間は昼と。こいつは3にいましたよね。昼間はすやすや寝ていますが、お顔を眺めているだけで癒されます。さらにそばに寄っていくと泡を吹き出して私たちを包んでくれるんです。夢のような冬体験をお楽しみください。包まれたい？ MK さんはちょっと泡の中は嫌だな。オリマー、ロート状の口がタコに似ていることから泡ダコと呼ばれているが、実は水陸両生のヒトデの近種であることが分かっている。あ、確かに見た目はヒトデに近いよね。昼間から寝ているものの警戒は怠らず、縄張りに近づくものに対して体を膨らまし泡を放出して威嚇する。しかしこの泡の本来の目的は、産卵の際卵を泡に包んで保護するとともに生態圏を拡大させるためと言われている。へえ、そうなんだ。卵を泡で包んで遠くに飛ばすんだろうね。それで生態圏を拡大させていくと。おお、
なんかこういう設定はやっぱり任天堂オリジナル面白いですね。ルイ茹でた後ぶつ切りにして酢の物に冷やしても美味しい。あ、MK さんちょっと酢の物は得意じゃないかな。できれば、うん、いやでも人で食べたくないな。はい、次、カニンコ。あ、こいつカニンコって言うんだ。和名がネギ坊主ガニの、チガニ。科目がネギガニか、活動時間は昼と。完全にネギというよりは、玉ねぎ、玉ねぎもネギか。砂の中から小さなお目目をちょんと出して、私たちが来るのをじっと待っています。そこに隠れていると分かっても、わーっと驚いてあげましょう。それが大人の対応というものです。あー、なるほどね。これさ、ちっちゃいバージョン、このチガニって3にいなかったよね。3ってでっかい大人しかいなかったような記憶なんですけども、オリマ、カニ玉のチガニで右手のハサミは成長の途上にあり、サイズも小さい。そのため地中に隠れて獲物を待ち伏せすることが多い。一般にカニの成長はゾエアやメガロパという妖精を経て、脱皮によりチガニとなるのだが、その辺全然わからんな。カニ玉は玉ねぎ状の体のみで生まれて、地中から栄養を吸収、成長して足を生やす。もしかすると、ホコン類と近しい生き物であるかもしれない。確かに玉ねぎの体で生まれて地中から栄養を吸収して足を生やす。これもしかしたらホコン類みたいなね、植物に近いんじゃないか。はい、次、ルイ、山ほど鍋に放り込んで味噌汁に、あー美味しそうではある。確かにカニの味噌汁いいですね。はい、そしてカニ玉、こいつは3の頃からいました。和名がネギ坊主ガニ、科目がネギガニか、活動時間は昼と。カッチカカッ、ん?カッ、ん?カチッカチッカチッと、あ、カチッカチッカチか。MK さんちょっと読み方があれだったわ。と、ハサミを鳴らして必死にアピールしています。ハサミの大きな子がモテるそうですが、本当にモテる子はあんまり苦労しないとか、自然界も人間界も一緒なんですね。確かに。大きいハサミの子がモテるとか言ってる人は、モテないしね。そんなことを気にしてハサミを大きくする人も、またモテないんですよ。これは人間界も一緒ですね。オリマ、右手の不自然なほど巨大なハサミは獲物を捕らえるためだけではなく、外敵から身を守ることにも使われる。またハサミを鳴らしてメスに求愛するなど、この種にとってまさに生命線であり、ハサミが破壊されると途端に臆病な性格になることからもその重要さが伺える。確かに、あの3の頃も岩ピクミンだったら、あのハサミ壊せるんですよね。で、壊した後は捕食してこないんですよ。攻撃を受けると泡を吹くことがあるが、これは反撃ではなく、驚いて呼吸した際に空気とエラの中に残っている水分が混ざって出水口から泡が吹き出すためである。あ、これはカニと近い生態なのかな。はい、そしてルイ、足は殻を剥いてしゃぶしゃぶに、花が咲いたら濃厚な味噌をつけて、あーいいね、食べたいカニ。MK さん、カニなんてもう何年食べてない、5、6年とか食べてないぞ。はい、次、投げくらい。こいつは4から出てきたやつでございます。和名高足ガマグチガニ、科目がガマグチガニか、新しいんだ。活動時間は昼と。高足ガニとかけてるんでしょうね。ダルメッシュさん、頭の上のお口は派手さの中にもシックで柔らかみのあるヘアスタイルで、左右のハサミを引っ提げすらりと立つ姿はまさに原生生物界のカリスマ美容師さんです。でも投げ食いはお行儀良くないですね。そう、こいつピクミンをさ、こうハサミでチョキって掴んで頭の方に投げ入れるんですよね、玉入れみたいに。で、結構な秒数経たないと消化しないので、なかなか弱っちい敵ではあるんですけども。はい、次、オリマー。あ、ちょっとこれオリマーのやつ楽しみだな。2本の足で直立歩行するため動きは遅いが、長いリーチのハサミを生かして獲物を捕らえ、頭頂部に大きく開いた口へ投げ入れるそうですね。弱霊個体ではこの口は閉じており、貝殻や木の実をかぶって生活し、目の下の触覚の奥にある小さな口器で餌を食べる。へー。成長に伴い頭頂部の口が開き、大量の捕食が可能となる。この体高もあって主な天敵はいないが、柔らかな殻の頭部を直射日光から守るため、薄暗い沼地や地下にいることが多い。あ、そういうことだったんだ。頭部を守るために最後の沼地とかにいたんだね。あ、明るいところにいなかったもんな。あそこ、あ、オリマー遭難記だといたよね。水辺のところに。あー、なるほどね。直射日光から守るため、あ、でも確かにあれも、石の、
なんか影の方だったな。ああ、やっぱ考えられてるんだ、そういうところは。ルーイ、むしった唇は塩とレモンで前菜に、足と腕、味噌たっぷりのコーラでフルコース。ああ、確かに。普通にカニだから美味しそう。はい、そしたら次、シャコモドキ。和名がアメリケシャコガニ、アメリカではないんですね。仮名がアナジャコカ、活動時間は昼と。実はシャコモドキちゃんの巣穴はいくつもあって地下で繋がっています。あれ？シャコモドキ？これって、あれじゃないの？デメジャコとは、あ、科目は一緒だけども、子供ではないんだね。実はシャコモドキちゃんの巣穴はいくつもあって地下で繋がっていますと、餌を取ったり天敵から逃れたりするために巣穴から巣穴へ移動するんです。全く抜け目がないですね。なるほど。アメリカザリガニみたいなノリなんでしょうか、こっちが。シャコ特有の目と釜からシャコの仲間と思われがちだが、実はヤドカリの仲間。本来貝殻の生活から掘った穴に生活の場を移した種らしい。あー、なるほど。釜に見えるのも本来ハサミであったものがヒレ状に変化したもの。巣のそばを通りかかった小動物を引きずり込んで食べる。そうですね。あ、貝殻の代わりにしてるんだ。なるほど。なんかそういう貝っているよね、現実にも。貝殻じゃなくて砂に埋まってるやつ。はい、ルーイ。形の小さなものを天ぷらにすると美味しい。天ぷらか。まあ、あんまり、殻が硬くならない小さい個体だったらいいのかな。はい、そしてデメジャコ。こいつは3でもいました。まあ、さっきのも3でもいましたが、和名が大陸シャコガニ、科目がアナジャコか、活動時間は昼と。あ、やっぱり科目は一緒だけど、アメリカザリガニ、ザリガニか日本ザリガニかって感じなんだな。お目目は大きいだけじゃなく、私たちには見えないものも見えるとか、この子にかかればあらゆる未確認物体が確認できること間違いなしです。スピリチュアルですね。あ、そうなんだ。私たちには見えないものも見える。何のこと？はい、そしたら、おーとととと、次が、オリマーさん。ヤドカリの一種だが、シャコモドキと同様に、貝殻ではなく、地面の穴を住居としている。目が異常に大きく発達しており、紫外線や赤外線だけではなく、縁変光も感知していると考えられ、視界の悪い泥の中でも、獲物の位置を正確に把握することができる。縁変光って何だろう？ちょっと詳しくないな。硬い殻に覆われ天敵が少ないこともあり、脱皮を繰り返すことで体が大きく成長した寿命が50年を超える個体もいるようだ。50年はすごいな。アメリカザリガニの方がでかそうだけど、日本ザリガニの方がでかいというのもまたちょっと変わった生態ですが。そしてルーイ、炭火で網焼き、味噌がまた絶品の味。あー、美味しそう。これ伊勢海老なんかな、イメージは。大陸シャコガニ、日本ザリガニとアメリカザリガニな気はするんですけどね。ルーイの書き方は完全に伊勢海老ということで。はい、じゃあ今回は一旦読むのもこれくらいにしておきましょうか。じゃあ次回はいよいよ光ピクミン、最後のピクミンでラスボスヤタの忘れ犬を倒して、あと少しの原生生物図鑑も読み進めていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。